平野紫仕様とキングプリンスへの絆、グループ脱退後も続く友情の証。キングプリンスの未来にかかる注目と興味が尽きることはありません。脱退や在留に至る背景にはメンバーたちの思いやジャニーズ事務所の戦略が交錯しているようです。ここではメンバーの情熱と事務所の思惑、そしてグループの絆が織りなすストーリーを紐解いてみましょう。 キングプリンス派、2022年11月4日に平野翔さんと神宮寺ゆ太さんの脱退を発表し、岸ゆ太さんが秋に退所することも明らかにされました。一方で、長瀬廉さんと高橋海人さんはグループとして残留することを決意しました。 脱退の発表後、長瀬さんはラジオ番組、キングプリンス長瀬連のラジオガーデンに出演し、脱退に至る経緯や思いを語りました。グループの5周年を迎えるにあたり、メンバーたちはそれぞれの考えや個々の感情に目を向ける機会が増えていたようです。 長瀬さんは仕事が楽しければ楽しいほど5周年に対する思いがからかったと述べており、脱退が決まっているにもかかわらず、ファンの前では常に通常通りのキングプリンスとして活動していました。このような状況での取材やライブ活動をどのように乗り越えていたのか、長瀬さんの言葉からグループの心情が伺えます。 キングプリンスへの脱退と残留については、メンバーや事務所の意図が複雑に絡み合っています。長瀬さんと高橋さんはグループを続けることを望んでいたようですが、それは事務所側がグループの名前を残すための戦略だったとされています。事務所にとってはグループ名を維持することが大きな意義を持っており、メンバーたちの残留はそのための重要な判断となったのでしょう。 しかし、脱退組のメンバーたちにもファンへの思いやりがあります。彼らはグループを脱退してもなお、キングプリンス王としての名前を残すことを望んでいなかったかもしれません。そのため、残留組と脱退組のファンの間で意見の相違や争いが生じたことも考えられます。しかし、メンバーたちの決断にはそれぞれの背景があり、 単純な判断で語ることは難しいこともあります。キングプリンスをジャニーズ事務所の最後のグループとしてデビューしたこともあり、メンバーたちの気持ちには大きな重みがありました。長瀬さんはジャニーさんに対して感謝の気持ちを持ち、高橋さんもこれからもジャニーさんの期待に応えるために努力し成長すると語っています。 ジャニーズ事務所が抱える未来にかかる期待と責任を胸に、彼らはグループとして新たなスタートを切りました。また、ジャニーズ事務所では現在、亡きジャニーさんとメリーさんの代わりにジュリーさんが指導を行っていると言われています。 ジュリーさんのやり方に合わなかった平野さんたちが脱退したとの噂もありますが、長瀬さんと高橋さんが残留した理由は、ジュリーさんに尻尾を振るためではなく、逆にグループを存続させたいという思いがあったのかもしれません。キングプリンスへの未来には多くの興味と期待が寄せられています。長瀬さんと高橋さんがグループを続ける決意をした理由や、 脱退組のメンバーたちの心情には多くのストーリーがあります。ファンの支持とともに彼らの活躍がますます注目されることでしょう。これからもキングプリンスへの輝かしい未来に期待を寄せながら彼らの活動を見守っていきたいですね。